はい、というわけでいよいよね、浦本ちゃんがねお尻の手術に出撃します。今日は土曜日で、明日あまりご飯食べれなくて明後日手術となっております。そのままね、その手術の後入院なんでね、一時ね会えないですけどね。なんでその顔はで、おそらくねこの動画が上がってる頃には私はもう入院していて、病室で多分この動画を編集してると思うんですけども、どうかな、間に合ってるかな。今日の投稿日が何日になってるかわかんないんですけどね。ちなみに次回の動画はですね、新発と大分県に行きました。児童トイレをね、猫シェルターのところに寄付しに行ったという動画が昨日、一昨日かな、撮りに行ったので、その動画がこの動画の次に上がると思います。まあ、その動画もね、病室で自分が編集してると思うので、皆さんね、終わりもアッパールが移動しと新発のね、シャーシャーがねめちゃくちゃすごかったですね。あとですね、これ動画ではまだ伝えてなかったと思うんですけども、猫の黒チャンネルが、推し猫グランプリにノミネートされておりますので、まだね投票してないよって方はぜひ黒チャンネルに清き1票、最大で4票入れられるのかな、3票かな、わかんないんですけど、よかったらね黒チャンネルの応援よろしくお願いします。あー、ラピスもおった、ラピスおったやん、どこおったかと思った。5月にね、投票結果が発表されるそうなんで、というわけでね、おー、ラピもいい子しとってね、いい子しとか、なんか尻尾についとるよコロコロの、コロコロのやつが、ねえねえねえ、ピリよいしょ、あ、チューしよる。クロちゃんとラピスは最近ラブラブか、カップル成立ねえラピ。うわ、ビネコ。というわけでね、私のお尻の手術の応援も込みで、黒チャンネルの応援も込みで、推し猫グランプリの投票よろしくお願いします。というわけで報告は以上。というわけで、まだ動画化してない映像がありますので、これから今からの動画をご覧ください。どうぞ楽しんで。なんか捕まった、捕まった、捕まった。新しくね作ったキャットタワー、こんな感じじゃねね、広々しとるやん。あ、ラピドが行った。パールはなんかここに顔を埋めてますで、クロちゃんは新しい水餃子をねおー、なんかちょっと前のやつよりはなんかあんまり水餃子になってないけど、ちゃんと使ってくれてます。見てください、パールがクロちゃんをめっちゃペロ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 すごい。あれなんでなんでマグロした爪疲労がね、続きやろうかね、チョキチョキ。はい、かれこれね、もう10分ぐらいずっとここに乗って、珍しい、長いね。いつもはね、5分ぐらいしたらプンって行くんですけど、もう10分、15分とか、それでね、なかなか降りないからね、シンバ君がすんごいなんか思う。もういつ乗せてくれるんですって、ずっとね、下でね、待ってます。ごめんね、なんか、しょうがないよ。今日はパールの番らしい。うん。私、パールの顔も見てみましょうかね。どんな顔してるでしょうか。最高だと。うん、気持ちいいね。なんか、ずーっと乗ってます。乗れてないよね、正直言ったら。わかるもん。はみ出とんよね、パールでかすぎて。足とか多分浮いとるじゃないかな。こんな感じです。今日は甘えん坊になっております。ね。あー、耳がすごい。シャキーン。おはよう。ラピス。
おはよう。ナピス。あるチック日光浴中めっちゃ気持ちよさそう。パールがやってきました。パール上登ったら日光浴できるよ。ラピもラピ全然上空いとるんやけどな。ここ絶対気持ちいいやろ。パール上に運びます。よいしょ。ほらあったかい。そっちがいい。なんかじゃあ。おお、立った。パル立った。パルや。パルや。タララ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 ラもみ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 。おー早いね。はい、無事ね、お尻の手術も終わって、いい感じに、病室も散らかっております。はい、まあね、まあ一言言うのであれば、